ございます。今日もよろしくお願いします。おとつい動画を撮ってあげたんですけど、 YouTube に。でその後かなり自分で落ち込んだというか、自分の姿に改めて幻滅したんですけど、多分どこかで、まあ、結構前に動画を、ね、撮ってたこともあったし、なんか時を経てもうちょっとマシな自分になってるんじゃないかという勝手な期待があって、それがそうまんまと裏切られたっていう、幻が滅した、はい、っていうことで、よかったなって思います。ですごいその自分を、動画に映ってる自分を見た時に恥ずかしいっていう思いがどん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 出てきて、そう、それを結構意識的に感じたんですけど、でなんでこんな恥ずかしいってなってんだろうっていうことをとふとさっき思って、ちょっと思い返してみたんですけど、結構意識してはいないけど日常的に恥ずかしいっていう思いが多分常にあって、でしかもそれは本当に遡ったら、よくよく考えたらちっちゃい時からずっと、ちっちゃい時その記憶、自分、物心ついた時っていうか自分の記憶がすごく強く残ってる時、そう、そこまで遡ってみた時にずっとずっと恥ずかしかったなっていうことをさっき思い出しました。そうで、そのなんで恥ずかしいってずっと思ってきたのかっていうのをちょっと考えてみたら、まあ、正解とかはないかもしれないけど、私が一番こう強く思ったのは人と違うっていうのをちっちゃい時からずっと感じてて、まあ、それは自分自身っていうよりはが強く残ってるのはその家、うちの家はおかしいんだっていううちの家族はおかしいんだ、そう、そういう感覚がなんか結構強く残ってたなって思います。例えば家族全体が不仲、親とか、まあ、おじいちゃんばあちゃんとかがこう不仲だったり、まあ、その他の家庭のことは知らないけど見えてるところでは自分の家庭はすごく異常だなって思ってた、不仲だったりこう、まあ、その自分の、そのおじいちゃんばあちゃん、まあ、特におじいちゃんそうとかにこう、いやうちは周りの家とは違うんだから、まあ、要は格が上ってことを言いたかったんだと思うんですけど、
そういうことを言われて育ったっていうこととか、あと小学校の時に友達と遊ぶことが許されなかった。家から、に帰ったら勉強するか、まあ兄弟と遊ぶか習い事かみたいな感じで、みんなが集まって遊んだりするところに、一緒に行けないのがすごい恥ずかしかった。あとは親が共働きだったので、多分当時共働きっていうのがそんなに多くなかったし、まあ、働いてたとしてもそのお母さんがそこまでがっつり働くっていうのが多分あんまりなかったんじゃないかなと思ってて、で、参観日とかになるとみんなお母さんが後ろに並んでるのにうちだけおばあちゃんっていうのがすごい恥ずかしかったり、お迎え、まあ、幼稚園とかの送り迎えもおばあちゃんとかで、その恥ずかしいって思う自分にも罪悪感があったりとかっていう、まあそういう家庭的なことですごい恥ずかしかったっていうのがまだまだいっぱいあるんですけど、でそういうところが始まりだったような気がして、まあそれだけじゃなくてその個人的なことでもちょっといっぱいいっぱいあるんですけど、でも多分なんかその強く残ってるのはやっぱり家、うちの家は違うんだっていうのがなんかすごいあったなって、そこからなんか劣等感みたいなのを感じてた気がします。で、だからなんか思えばずっと恥ずかしかったし、ずっと恥ずかしくて。でもそれがなんか本当にその恥ずかしさっていうのもまあ感じてたけど、よくよく考えたらその恥ずかしいって感じるのがもう当たり前になってるけど、実はそれが本当に恥ずかしいことなのかっていうとそうじゃないような気がして、まあそんなのみんなもしかしたら分かってることかもしれないけど、なんかずっと恥ずかしかったし、はず、そう、これからも恥ずかしいかもしれないけど、なんか別にそれまあ、大した問題じゃないかもしれないってことをすごく思いました。で、なんか恥ずかしくて分からないこととかできないこととかが恥ずかしくて、分かったようなふりをしたり、自分の思ってることがあるのに
言えなかったり、こんなこと言っても恥ずかしいみたいなことがあって言えなかったり、なんか全然恥ずかしくないですみたいな顔でごまかしたり、でそういうことが積み重なって、こうどんどん自分が苦しくなっていってるなっていうのが、そのもう特に過去自分が経験してきたその恥ずかしいっていう感じた時だから、それがどんどん悪循環で罪悪感自己嫌悪みたいになっていったなっていうのを振り返って今感じるので、別にそう恥ずかしいって思ったからなんだって、はい、そんな感じで、なんかただやりたいと思ったらやるし、言いたいと思ったら言うってことを、なんか多分私はもっとやっていきたいんだなっていうことを思ってます、はい、ということで、ちょっと今日もカードを引いていきたいと思います。はい、このローズオラクルっていうカードで、これそう使ってみて、ちょっと久々にそのオラクルカードを使ったので、あんま感覚とかもちょっとよく分からなくなってるのもあるかもしれないけど、正直難しいなっていうのをすごい感じてるんですけど、メッセージというか、そうで、なんか今までそのオラクルカードとかタロットカードを使ってた時ってとちょっと感覚が違う気がしてて、なんかそれはそのカードっていうこともあるかもしれないし、自分の変化なのかもしれないけど、こう今まではお腹から上とお腹から下、お腹っていうかまあ胸のこの辺りから下って分けた時に、半分に分けた時に同じくらいよりちょっと上側、こっち側でチャクラでいうと4567っていうのをより多く使ってたっていう感覚がそういえばあると思って、でじゃあなんでそれに気づいたかっていうと、これを使い始めた時に、なんかあそっちじゃないよって、要は下側1234321こっちの下側のチャクラの方にこう呼び戻されるっていうか、あそっちじゃないこっちだよっていう感じで、そうなんかこっちの直感って読もうとすると全然わからないっていう感じで、こう下に意識を持っていったら結構メッセージが入ってくるみたいな、メッセージなんかその感じるものがそうある、こうよく感じるっていう
そう、なんか全然感覚が今までと違うなって思いました。だからといって全然使ってないわけじゃないけど、こう下にこう呼び戻されて、そっからガーってなんか上がっていくみたいなイメージなのかなって。でもまだ全然こうなんかつい意識が上に行ってるんだなっていうのがすごいわかるので、ちょっとやりながら、やりながら、多分自分でも今まで、今までの思ってたよりも全然こう違うところに働きかけてんだなっていう、なんか全然違うことが起きてるんだなって、多分今までになかったようなメッセージが出てくるような気がする。で、なんかメッセージをもらうっていうよりも、なんか私はこれを使ってる時はこうすごく慈しんでるっていう感覚にすごいなるので、すごい不思議なんですけど、ちょっと前向きが長くなりましたが、弾きたいと思います。特に何もテーマとか決めずに、今日のメッセージということで、よろしくお願いします。よし、おお、ホーリーグレイ、これはグレール、多分これ聖杯、聖なる杯的な意味だと思うんですけど、多分そうで、ストップ・エンドレス・サーチング・インナー・クエスト、インナー・クエスト、内側の探求、私このカードを見た時に、でこの赤がすごい好きなんですけど、それだけなんですけど、なんかこのカードの中でこの鮮やかな赤が使われてるのが、ここまでこうパーンって使われてるのが結構このカードだけだったので。すごい。で、このターコイズブルーとのこの組み合わせがすごい好きなんです。
ちょっとまだこのガイドブックを読んでないので、ちゃんと直感なんですけど、なんかここに鹿っぽいのがいるんですけど、この子角がないですけど、でよく見たらこの人角が生えてる なんかくっついてるのか分かんないけどあるんですよ。でなんかこの鹿くれたんだなって、ちょっとすごい変な読み方かもしれないけど、この鹿が角をくれたんだなっていうのを思いました。で、なんか必要なものは与えられるっていう感覚がするんですけど、要は杯だから、受け取る器、なんかイメージとしてこう、私は杯って思ったら、私はカップですって思ったら、多分自分から何かをしようっていう風にはならなくて、杯って自分から動かなくて、ただそこにいて待ってる。で、必要な時に注いでくれる。そう。今まであんまりそういう感覚で、そういえば捉えたことなかったなって思うんですけど、よくタロットでもカップであるんですけど、まあ需要、そう、需要を表してるっていうのもあるんですけど、なんかよく考えたら本当にいるだけじゃんって思って、だけどそういえば、でなんかよく受け取って受け取ってっていうメッセージとかをが来たりしてたけど、その受け取るっていうのを自分からやろうとしてた、要は杯になってなかったなって今思いました。だからなんかもっと需要って、もっと本当にいるだけ、本当にあるだけなんだなって。で、で、多分この人はじゃ本当にこういるだけで、別にこの鹿に角をくださいって多分言ってないし、言ってない感じがするし、なんなら角が必要だともう分かってなかったかもしれない。だから与えられるなんて思ってなかったけど、多分この人の望みっていうのがあって、そう、やっぱそれを分かってそのこの赤い部分で、それを知って、その望みがあるっていうことを自分で自身が受容してた。そう、自分自身がこうちゃんと受け入れたことによって、
か結果として自分は特に何をしたっていうわけじゃないけど、この鹿がこう見てて、この人は今角を必要としてるんだなっていう、角をくっつけてくれた。別にだって人間だから角がくっつくなんて多分思ってもないかったけど、なんか気づいたら角が生えてた。そう、そういう感じがしました。で、何が言いたいかっていうのをまとめると、そう、需要っていうのは、まあ、私の感覚だけど思ったよりも本当に需要だったね。そこにあるってことが大事。そこに自分としてあるっていうことがすごい大事なんだなっていうことと、で、そうすれば、そうあれば必要なものは与えられる。そう、自分が自分であること、自分の望みを知っていることで、それを自分自身が受け入れてること、そう、それが大事で、そうあれば必要なものは周りから、そう、この鹿もわし、この鳥もこう見てるから、ずっと周りの世界はずっと多分私を見てる、あなたを見てるから、そう、必要なものは必要な時に与えられるっていうメッセージな気がする。はい、全然ちょっと関係ないけど、この茶色い、そう、ところが、セドナとか、そう、アメリカのあの辺、セドナとかグランドキャニオンとか、そのあたりしか行ったことがないからわかんないんですけど、そう、イメージ、なんかわかんないけど、ちょっとまた行きたいなって思いました。今ね、行きづらいことになってるけど、そう、はい、そんなメッセージでした。よし、ちょっと喋りがグダグダになってしまったけど、こんな感じで、いや、今日も喋れたことがすごい嬉しかった。ありがとうございました。また